今日はこんなものを作ってきました。先生すごい。こちらの作品はこのペンを使って作ったものです。ペンから出ているのは紫外線硬化樹脂。紫外線を当てると硬くなる樹脂です。ペンの先の部分から紫外線が出る仕組みになっていて、出した樹脂に紫外線が当たることで固まる仕組みです。最初は柔らかく、紫外線で固まった後は崩れにくいので、このように立体的な模型を作ることができるのです。そもそも紫外線とは何なのでしょうか。太陽の光には波長の違う様々な色が混ざっています。赤から紫の光は目に見える光。この紫より波長の短い目に見えない光を紫の外の線、紫外線と呼ぶんです。逆に赤より波長の長い光が赤の外の線、赤外線です。太陽の光に含まれる紫外線はエネルギーが強く、たくさん浴びると日焼けなど様々な影響が起きます。こちらに紫外線だけを通すフィルターとライトを用意しました。スイッチを入れるとこの状態では見えますが、フィルターを通すと何も見えなくなります。実は目に見えない紫外線だけがフィルターを通っているのです。紫外線を浴びると色が変わる粘土を用意してあります。フィルターをかぶせて紫外線を当ててみましょう。光は見えないのに色が変わっていく。実はこちらは UV 粘土というおもちゃです。紫外線のエネルギーによって粘土の表面の分子構造が変化し色が変わったのです。もう一つ別のフィルターを通してライトを粘土に当ててみましょう。色は変わりません。このフィルターは紫外線カットフィルター。これを使うと紫外線を通さなくなるため色が変わらなかったんです。紫外線カットフィルターはサングラス用のレンズとしても利用されています。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハピエネ。